イースタンエアウェイズのジェットストリーム31ハンドレページ。ジェットストリームとは、イギリスの航空機メーカーであったハンドレページがリージョナル。路線投入用に開発した予圧された胴体を持つターボプロップ小型旅客機である。軍用機としても運用されている機体も多い。その後、ブリティッシュエアロスペースに統合されたため、現在では BAE ジェットストリーム31と呼称されている。 1960年代にハンドレページは大型旅客機を開発する資金がなかったため、競合する機体もなく、比較的競争力があった乗客12から18席クラスの旅客機を開発することになった。開発は1965年から始まり、当初は HP137 と呼ばれていたが、Z ストリームの愛称が付けられた。 当時のライバル機が用圧かつ機内で人が立てないのに、対し、当機は、予圧されている上に人が立てるほどの機内容積が確保され、加えて、コストパフォーマンスの向上が図られたために、アメリカの航空会社の注目が集まり、生産型の図面が完成する前に20機の注文を取ることに成功した。1967年8月18日に、初飛行したこの機体には、 フランス製のアスタズーエンジンが搭載されていたが、アメリカ空軍が公募した軍用機コンテストに参加するため、ギャレットやリサーチ社製のエンジンに換装したモデルも製作された。1969年から顧客への納入が開始されたものの、まもなく明らかになった、性能不足と2件続けて発生した事故が、本機の評判を悪くし、経営破綻の原因になってしまった。 経営破綻以降は残された機体と部品を購入したジェットストリーム社によって製造が続けられたが、間もなく機体製造権を購入したスコティッシュアビエーション社に引き継がれ、イギリス空軍向けにもジェットストリーム T1 としての量産が行われた。その後 BAE に統合されたが、ギャレットやリサーチ社製のエンジンを搭載したジェットストリーム31が1980年3月28日に、 初飛行し、生産は継続された。このモデルは大幅な性能向上を果たしたことから、リージョナル路線向けに、数多くの機体が就航した。日本では1991年から2003年の、アイダチェイアーが使用していた。最盛期には5機が在籍していた。ありがとうございます。